こんにちは。元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く、わかりやすく解説しています。週1回程度、不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は漫画ツッコミシリーズ、空母いぶき第2巻です。始まる前に少しだけ注意事項。このツッコミシリーズは、あくまで漫画と現実の自衛隊の違いについて突っ込むことを目的としており、作品や川口先生を誹謗中傷する意図は全くありません。私自身は川口先生を大変リスペクトしており、開示に入ったのも川口先生の沈黙の艦隊の影響が大きいです。また、ツッコミは入れますが、漫画が現実と同じでなければいけないと思っているわけではありません。漫画は漫画として面白ければ良いのであり、フィクションはフィクションとして割り切っています。あくまでこの動画は、現実の自衛隊はこうなっているということを知っていただきたいというのが趣旨であり、視聴者の方の要望に応えて作った娯楽動画ですので、そこのところはご理解ください。それと、ツッコミに関して、私は開示の人間なので、よほどじゃない限りは陸と空のことについては言及しませんし、海のことについても言っちゃいけないことについては、あえてスルーすることもあります。あれ?なんでここ突っ込まないの?っていうところもあるかもしれませんが、その場合は大人の事情であるということを指してください。また、この動画以前に突っ込んだことについてはもう一度突っ込んだりすることは基本的にしません。最後に漫画の突っ込み動画ということで、ネタバレを多分に含みます。概要欄に Amazon のリンクを貼っておりますが、まだ読まれてない方はとても面白い作品ですので、空母いぶき第2巻を読まれてからご覧いただくことをお勧めします。それでは始めますね。まずここ、機関全速、天道!こんな号令はありません。使うなら機関全速は最大戦速ですが、天打は舵を右に切るのか左に切るのか全くわかりません。こんな号令出されたら舵を握っている相談員は困ってしまいますね。次、給油が不可欠ということで補給艦を呼ぼうとしています。洋上補給が必要なのは間違いないですが、いきなり補給艦に連絡してはいけません。補給艦近江は護衛艦隊の第一海上補給隊に所属しているので、きちんとそれぞれの司令部に話を通しましょう。もちろん最後に近江との打ち合わせは必要になりますが、指揮系統を守らないとダメです。こんな電話がいきなり第5護衛隊軍からかかってきたら、近江艦長も、うちはお前んとこの霊下じゃねえって切れるかもしれません。あと、航海長、鉄鉢被るんなら、きちんと顎ひも締めないと、示しがつきませんよ。艦長に至っては帽子すら被ってないので、いぶきの風紀は乱れまくりなのかもしれませんが。次、愛宕の哨戒ヘリが中国潜水艦を発見したところです。水深320メートルで機関を停止しているとのこと。いや、これすごいですね。別のページで探知してくれと言わんばかりの深度にと誰かが驚いているシーンがありますが、深度320メートルって探知してくれと言わんばかりの深度ではないですし、機関停止しているならなおさら見つけるのは難しいはずです。深度80くらいで真正面に停止した潜水艦をスルーしてしまったような人もいたくらいですからね。ま、私ですが。しかも潜水艦って見つけたとか単純なものではなく、何かしらの音源を探知してから色々と解析をして潜水艦かどうか確かめる作業が入るんですが、これがかなり面倒です。詳しくは話せませんが、潜水艦と確信する段階がいくつかあり、情報が増えるほど潜水艦であるという確率が増えていくという感じになっています。なので、その部位で探知イコール潜水艦と断定なんてことはできないわけです。潜水艦間違いなしと断定するには、直接潜水艦を目で見る必要がありますので、この時の哨戒ヘリの搭乗員は、きっと心の目で潜水艦を視認したんだと思います。なお、海上自衛隊ではヘリのことを HS と呼ぶことが多いです。ついでに言うと、愛宕には確かにヘリの格納庫があり、ヘリを運用する能力があるのですが、海域全体で運用できる HS には限りがあるため、愛宕に HS を搭載することはほとんどありません。HS の数が足りないんじゃなくて、部品が足りなくて稼働率が上がらないので、動いている HS の部品を取り外して、別の HS に積み替えるという通称共食いを行うことで、なんとかやりくりしています。偉い人にはわからんのでしょうが、正面装備ばっかりに金かけても実際動かせなかったら意味がありません。この問題はさっさと解決しないとマジでやばいので、誰が何とかしてね。続けて潜水艦に対して敵味方識別信号を送っていますが、ここもよくわかりません。敵味方識別信号というのは電波で敵か味方か識別するものですが、海中には電波が届かないので使えないはずだよね。うん。技術がだいぶ進歩しているということ、なのかな。あと HCS の運用って飛行長とか専務長の仕事のはずですが、彼らはどこに行ったのかも不思議です。この航海長、副長をやったり飛行長や専務長、はたまた軍司令部の幕僚の仕事をしたりと、何でも屋さんというかスーパー副長ですね。倒れないか心配です。無理しないでね。次、全艦に達す総員配置。対戦戦闘用と戦闘の始まりですね。長かった。ということで遊びはここまで。ここからは全力で活かしてもらいますよ。まず、全艦に達すとか、総員配置とか言う必要はありませんし、艦長が自分自身で艦内に流すことでもありません。対戦、戦闘用意とだけ命令すれば、あとは勝手に総員配置につきますし、非常閉鎖もされます。艦内放送のことを海事ではマイクと言いますが、このマイクを流すのは下の人間の役目ですし、この時、秋津一茶が持っているのはマイクを流す時に使うものじゃなくて、外と通信するためのものですね。いや、艦隊全体に言ってるんでしょっていう逆ツッコミもありそうですが、だったらそれで艦内が動き出すのはおかしいです。次、対戦線に入ったようです。大丈夫でしょうかと心配する航空自衛官に対し、淵上航空団司令が、なーに、こいつは空母よ。魚雷の一発や二発食らっても、沈むことはないだろう。と言っています。結論から言うと、一発で沈みます。現代の魚雷は、磁気信管という磁力を感知して爆発するものが主流で、これらの魚雷は船体構造上脆くなっている船底の下に潜り込んで爆発し、水中爆発によって生じるバブルパルスという現象によって船体そのものをへし折ります。また、触発信管という船に接触することで爆発するタイプの魚雷であったとしても、現代の軍艦の装甲はとても薄いので、魚雷の爆発に耐えることはできません。よって空母だろうが護衛艦だろうが、魚雷を一発食らったらアウトです。多少当たりどころが良かったというか、至近距離で爆発しただけで戦闘続行は不可能となります。ちなみに現代の軍艦というか護衛艦がいかに脆いかというと、入港するときにA船というちっちゃな船に押したり引いたりしてもらうんですが、この時 A船の押す力が強すぎると、側面が凹んだり穴が開いたりします。私の人生初の訓練じゃない防水は、まさにこれでした。続けて、鳥舵二重道、機関全速、艦幅1000メートルに取れ、と愛宕艦長が命令していますね。機関全速はもうお腹いっぱいなので、鳥舵二重度について突っ込みますが、舵は基本的に15度で切るので、二重度とか微妙な数字を入れたりしないです。どうしても二重度にしたいなら、一旦鳥舵と例してから、二重度と追加で入れましょう。二重度にすごくこだわりのある艦長なのかもしれませんけどね。ちなみに一杯舵、鳥舵一杯などというと30度となり、ここまでが限界です。さらに、艦幅1000メートルに取れということですが、まず海事で船同士の距離を測る時の単位はヤードですし、息吹との距離を勝手に1000メートルにしていますが、これは各艦の艦長が勝手に決めることでもありません。軍単位で動いているなら、軍司令部から基準艦という基準となる船との方位や距離が示されますが、どうもこの世界では独断専行が尊ばれるのかもしれないですね。ボフォース対戦弾、アスロック対戦ミサイル発射準備。まず号令ですが、この発射準備ってのは使わないですね。それから、ボフォースというのは、無誘導の対潜水艦用の爆雷を発射するロケット砲のことなんですが、愛宕にボフォース対戦弾はついていないというか、10年以上前に海事からはすでになくなってしまった装備です。とても不思議ですが、ボフォースは私が初めて見た実弾射撃で、発射の迫力がすごくてとてもかっこいいですし、浅い海域では対戦線で使い勝手が良く、潜水艦に与える心理効果も高いので、私的には胸が熱くなる展開ですね。VLS からボフォースが発射されるというシュールな絵になるかもしれませんが、私の中の少年の頃がくすぐられてしまいそうです。それだけにボフォース帯域はショックだったんですけどね。誘導兵器がそんなに偉いのか。次、アクティブソナーを撃て。前の動画でも解説しましたが、総流型にはアクティブソナーはついていません。あと、ソナーじゃなくてソーナー。あ、でもアクティブソーナー搭載するかもって報道があったから、未来のことだとしたら合ってる？これは一本取られましたね。次、その場回答をしているだけなのに動きを正確に把握しすぎですね。どうやら未来のソーナーは相当性能が良くなっているようです。ついでに、このヘッドセット被って推測員みたいなことをしている幹部は誰なんでしょうか？以前の幹部と漕手の違い、役割編という動画で解説したことですが、普通推測員みたいな職人芸が要求されるような専門性の高いことって階層がやるんですが、この世界の幹部は相当レベル高いことを要求されるみたいですね。こっちの世界の会社でよかったと心底思いますよ。次、戦闘糧食？正しくは戦闘配食ですが、おにぎり美味しそうですね。海上警備行動発令後は総員配置とか言ってますが、3000キロを移動するとなると最大戦速でも50時間以上かかりますが、この間総員配置で眠らないつもりなんでしょうか。多分喋っちゃいけないことなんでぼかしますが、海上自衛隊の船は基本的に3交代とか4交代で船を動かすんですが、戦闘が絡んでくるとどんどんこの交代の回数が減っていき、最後には総員配置になってしまうという仕組みになっています。当然交代しないと休めないので、最低でも2交代くらいにはしたいところなんですが、いくらなんでも総員配置にするのが早すぎですね。それとも、この世界の怪人にとっては、50時間連続ワッチ程度普通ということなんでしょうか。恐ろしすぎますね。さらに、この2人なんか環境という車でいうところの運転席に当たるところでくっちゃべっていますが、左の人がいるポジションが当直士官といって、実際に船を動かす人がいるべき位置です。となると、今この船を動かしているのはこの人のはずで、当直士官は自分のワッチ内において、環境では一番偉い人です。それと、タメ口で喋っているのに環境にいる右の人は一体誰なんでしょうか？少なくとも同じ直の人ではなさそうです。きっと自分のワッチ以外の時でも離れない仲良しさんたちなのかもしれませんね。それ以上の詮索は、やめておきましょう。次、士官室という幹部がたむろしている部屋で食事するシーンです。艦長が一番偉い人がいるべきポジションに座っています。いや、艦長って一番偉いのに何がおかしいのって思われるかもしれませんが、今現在、この息吹には、艦長より偉い軍司令が乗ってるんですよ。となると、軍司令のためにこのポジションを空けておく必要がありますので、秋津くんはこの右の席に移動しないといけません。怪獣は座る位置、序列にはすごく細かいですし、序列間違って座るとめっちゃ怒られます。では、ナンバー2のポジションには誰が座っているのか。普通は副長が座るはずですが、副長がいないのでワッチに行ってるのかもしれません。あれ？でもさっき環境に副長いませんでしたよね。ばっくれた。じゃあ、ナンバー2に座っている人の階級表を見ると、あれ？三等海尉？三等海尉は幹部の中の最下級戦士。船によっては幹部及び2位、3位などと呼ばれ、幹部に含まれないどころか人権を持ってるのかすら怪しい存在。それがよりにもよって副長の席に座る？この世界の怪獣は序列に関する考えが緩いのか、この3位の脳みそがぶっ飛んでるのかわかりませんが、とても私が3位の頃には恐ろしくてやれなかったことですね。というか、総員配置とか言っておきながら、士官室でのんきに飯食ってるのはどういうことなんだろう。戦闘配食の意味なくない？次、順番が前後しますが、中国軍による侵攻の知らせが、自衛艦隊司令部という横須賀にあるとってもすごい司令部から連絡が入ったシーンです。おそらく CIC 戦闘指揮所という、護衛艦の戦闘時における頭脳にあたる区画で連絡を受けていますが、普通はこんなところに連絡が入ったりはしません。一応通信ができるようにもなっていますが、司令部から連絡を受ける際は、第一電信室というところに連絡が入りますし、正規の命令なら電報、つまり紙に書かれた形で受け取ります。まあ、急いでいるから第一報は音声でということなんでしょうが、そうだとしてもこれを報告している人が誰なのか不明です。CIC に直接連絡入るんだったら、普通は軍司令や幕僚が直接話しそうなもんですけどね。続けてこの連絡を受けて、伊吹の艦長である秋津一佐が、第一護衛隊軍という自分たちの艦隊に向けて連絡をしていますが、こういった仕事をするのは基本的には軍司令部の幕僚たちです。護衛隊軍や護衛隊といった複数の艦艇からなるグループには、当然ですがそれぞれ頭脳となる司令部が存在します。司令部というのは司令官ないし司令以下、複数の司令部要員からなっており、決して指揮官一人で構成されているわけではありません。司令部ってお飾りで存在しているわけじゃなく、運用だったり水雷だったり、通信や広報など、あらゆる分野において部隊がきちんと動けるように、指揮や管理を行うためにあるので、指揮官がどれだけ優秀だろうが、一人では決して機能しないんです。指揮官の役目ってのは、どっしりと座って幕僚から報告を受けたり、最低限のざっくりした命令を下すことで、それさえしてくれれば、あとは各級幹部がオートで動くようになっています。ところがこのシーンだったり、軍に命令を下すシーンだったり、士官室の食事でも軍司令部要員が幹部、総司、いずれも出てきません。軍司令が乗ってきているのに司令部要員がゼロということはありえません。手足がない頭脳なんていても意味ないというか、その頭脳すらパーツが揃っていない状況です。さらによく見ると、軍司令が被っている帽子ですが、これは部隊帽といって正規の装備ではないんですが、各部隊ごとに作っている独自の帽子で、今は伊吹の部隊帽を被っていますね。いや、伊吹に乗ってるんだから伊吹の帽子なんじゃないのって思われるかもしれませんが、普通は軍司令部の部隊帽もあるはずなんですよ。軍司令は必要に応じて船を乗り換えるので、期間が決まっているわけではありません。仮に愛宕に乗り換えた時に、伊吹の帽子被ってたらなんか気まずい感じがします。まあ、第5護衛隊軍は出来たての新しい部隊なので、部隊帽がまだないということにしておきましょう。うん、きっとそう。あれ？軍司令なのになぜかカポックに大司令の文字がありますね。大司令というのは軍司令の一つ下の役職です。護衛隊軍というのは8隻からなる海自の艦隊の区分ですが、その下に4隻ずつからなる護衛隊という2つのグループが存在します。大司令というのはこの護衛隊司令のことで、一佐がつく役職です。軍司令は一佐より上の将校ですね。となると、あれ？軍司令いじめられてない？なるほど。やっと合点がいきました。軍司令なのに軍司令部がいない、部隊帽が伊吹、食事の時に士官室に呼んでもらえず、挙句の果てに用意されたカポックが大司令。どうやら、この第5護衛隊軍はいつの間にやら空自出身の秋津くんに乗っ取られていたようです。まあ、沈黙の艦隊では潜水艦1隻丸ごと、海自どころか日本から離反して、独立国家を作ったくらいですからね。それに比べれば、一佐の艦長が一個護衛隊軍を乗っ取るくらい可愛らしいものなのかもしれません。ついでに、機関全速とはおそらく最大戦速のことだと思いますが、艦長の判断で軽々しく使っていい速力ではありません。大司令以上の許可が必要な速力ですが、許可を取っている描写が一切出てこないことからも、各艦の艦長は自分の判断で勝手にやっているか、無条件で秋津くんの命令に従っているようです。秋津くんが各艦に命令するときなんかわざわざ、第5護衛隊軍機関、伊吹艦長より全艦に達すとか余計なこと言ってますが、各艦の艦長は黙って聞いています。一応軍司令が載っているわけなので、事実上の機関ということではあるんですが、編成上の機関なんてものは現在の海自には存在しないので、こんな無意味なことをわざわざ言われると、普通の艦長ならイラッときそうなものですが、そうした描写がないことからも、すでに各艦艦長の心は、秋津くんにわしづかみされているということなんじゃないでしょうか。いやー、それにしても、この短期間で軍を丸ごと手中に収めるとは、秋津くんは恐るべきカリスマ性を持っていますね。私なんか自分の家一つさえ手中に収められないので、羨ましい限りです。ということで、漫画ツッコミシリーズ、空母伊吹第2巻をお送りしました。この動画に関する要望や感想があれば、逆ツッコミも含めてお待ちしております。世の中、因果応報という言葉もありますし、突っ込む以上は突っ込まれるのも覚悟の上。秀逸な逆ツッコミが揃えば、まとめて動画にするのも面白いかもしれませんね。やるかどうかはわかりませんが、お手柔らかにお願いします。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると、私が家庭内を掌握する日も訪れ、すみません。大それたこと言いました。ごめんなさい。やはり人間、軍相応なポジションというものがあるのかもしれませんね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。